っちゃ楽しみ。そうなの、リハーサルでね本気出さないとね、もう本番ね、もうね何もできないと思う。急にそんななっても、しかもファンの方にレスとかね送るとなんか頭の中がファーってなるファーってなりますね。すごーい、コースターもらえてる方続々、素敵。なんとなく頭の中も今日はねもう整理のこう整理する日にしようかなと思います。そう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 、あとはもう楽しむね、楽しみですね。そう、振りが飛んじゃうのファンの方見てたらみなさんも準備万端ですか？充電器とかなんかモバイルバッテリーとかあるとなんか心配ないかなと思うんですけど、あと耳以上とかいるのかな。ね、確かにもう半日後にはもうしてますね。お忘れなきよう。身分証いる？よろしくです。あ、お家で見る方もねぜひお菓子とか飲み物とかペーライトの準備を配信あるのっけな。明日はね、もしかしたらちょっと、もしかしたらね、どうだろう、結構詰め詰めなので、もしかしたら本当にちょっともうね肩の力を抜いてしたいなと思うんですけど、ちょっと一生懸命すぎるかもしれないのでそこはちょっと頑張りますね。ちょっと一生懸命すぎるかもしれない。あ、ニコ生さんである、よろしくです。だからこうね、すべての方をはーって見る余裕がねあればいいんですけど、ちょっとまだどうだろう明日そう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 、ありがとう。私はもうあの4周年コンサートやってるっていう感じで思ってくれたら嬉しいです。ニヤ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 、なんか明日が初めて ST のコンサートとか行きました方もなんか多そうな予感がする。特に私のファンの方とか、双眼鏡いるかもね、双眼鏡必要かもしれない。だからもうね、もうあ、サーヤン頑張ってるなっていう気持ちで温かい目で見てくれたら嬉しいです。楽しみにしてるよ。そう、ちょっとね、またね、なんだろう、公演とはまた違って4周年コンサートなので、ちょっとまた違った感じになると思うんですけど、
でもそれも楽しんでもらえたらいいなと思います。そうそう、温かい目で。やっぱり爪爪なので、こうね、温かい目で。そうだね、ちょっと遠いんですよね、関東だとからね。そうだね、ペンライトが分かりやすいかもですね。こうなんか MC の時とかにね、こう見れるかもしれないけど、ああなんかもしれないから。そうそうそう、ちょっとニヤニヤしながら頑張ってるなって感じって思いながら見てくれたらと思います。もうね、ね、こう慣れて余裕があればね、すごくみんなのことも見れると思うんですけど、もしかしたらのことも考え、やっぱりこう公演より4周年コンサートってこうやっぱりね、メンバーたくさんね、先輩方も2期生もいるから、全体の雰囲気とかをね、なんかこう見れる機会ってなかなかないので、そういう空気感がいいですよねと思うんですよ。そうそう、だから楽しみましょう。うん、それが本当にこう雰囲気とか空気感とか、その場にねの空気を味わえるような感じのいいなと思います。コンサートとかはね、そうだよね、そうそう、昼には、昼公演と夜公演の間に16時からかな、ミクチャ配信、楽屋裏配信がありますので、ぜひぜひね、本当に4周年ね、嬉しいです、一緒にお祝いすることができて。そうそうそう、うん、全然あの遠くて行けない方とか、お仕事で行けない方とかもね、あの全然すごく応援してくれてるっていう気持ちだけでも嬉しいし、私もメールとかであのどんなことがあったとか配信とかでお伝えしていきたいなと思うので、そうですね、お楽しみに。ね、すごくね、みんなもうもしかしたら本当に体感一瞬一瞬ぐらいでね終わっちゃうかもしれないけど、でもすごくねたくさん時間をかけてきたものを皆さんにこう伝えるたいなって思ってるので、ありがとうございます。全然可愛くないよ今日、私レッスンじゃない、リハ終わりなので、もう髪の毛がぐちゃぐちゃなんですけど。そう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 。うん、そうそう、本当に気持ちとかね、はそうすごくわかりますので、楽しみにしてます。あ、みんなありがとう。まあ今日はね、そんな全然その行けなくて、そんなごめんとかは別に全然、あのそれは
ね、ピエンだけど、でも私とかそのメンバーにとってはその気持ちだけでも嬉しいので、うん、ライブ見たいっていう気持ちはすごくわかるし、だけどなんか一緒になんかお祝いしたりとかそういう気持ちだけでも嬉しいなって思いますよね。ニコ生さんで配信もあるということで、だから全然、え、何ベートーベン葵さんいらっしゃるんですか嘘いる、あ、いらっしゃった。明日の4周年コンサート楽しんでください。ちょっと語ってる時にちょっとあのありがとうございます、ありがとうございます、お久しぶりです。いつかお会いするときはよろしくお願いします。高尾さやかです。え、すごい、ありがとうございます。わざわざまた来てくださり、語ってるときに、うんうん、だからもう同じ時間を共有できたらすごくいいなとは思うけど、そうそう、お気をつけてね、お越しくださいね。双眼鏡あるといいよね。よいしょ。ちょっとさ、ここの逆向きしたいよね、この親指のとこがさ、めっちゃ痛い。気をつけて。熱い高尾さんも素敵ですわ。ぶちかましてきてください。ありがとうございます。すごい。ぶちかましていきます。うんうん。そうですね。うんうん、大丈夫大丈夫。うんうん、そうですね。楽しみましょう。まずは自分がね、そうですね、お祝いする気持ちと一緒に楽しんでその場を。本当に一瞬で過ぎ去ってしまうからな。お気をつけて。うんうん。お家でも全然。また感想とかはね、お話し会の時とかにこう話せたらいいなって思います。そうそう。ミクチャ配信何分ぐらいするか分かんない。何分なんだろう。何分ぐらいなんだろう。全然分かんない。どうなんだろうな、わかりませんね。ちょっとギフト読もうかな。ゆうきさん、高尾炭治郎さん、のみみすさん、なりばあさん、りくとさん、みゆみよさん、あきしこうちゅうさん、くもありがとう、せいやんさんありがとう、和弘さん、なりさん、りんさん、さとるんさん、F 渋谷さん、さけさーやん、なおっきさん、くにひこさん、メガバイトさん、さとるんさん、
ロックゴンさん、ウニ太郎さん、ヒラリンハットさん、あおちゃん、中根さん、クマ、ジョン・ドゥエさん、ユウさん、アキシコウチュウさん、ユウキさん、キチネさん、小林さん、ヒラリンさん、エイちゃん、クマ、ありがとう、2つ。2体、ソウヤンさん、セイヤンさん、シンヤさん、キチネさん、カズヒロさん、シロさん、藤田もつさん、ヒロトさん、アオちゃん、サトルンさん、リンさん、元気くん、ナンバのシャトさん、クマありがとう、クマおし、アキシコウチュウさん、メガバイトさん、高尾炭治郎さん、カズヒロさん、シンジさん、キックさん、リンさん、キチネさん、レイクさん、ジャッキーさん、ヒロトさん、大西くん、フーさん、F 渋谷さん、カニカマさん、うっかりあんこさん、キチローさん、ありがとうございます。出て出て、お疲れ様です。今日は30分ぐらいだった。じゃあ30分くらいかもしれない。なかなかすごかった。そうだね、顔が見れるからですね。そう思っていただけたら幸いです。うん、応援ありがとう、嬉しい。あら、そうなんだ、よろしくです。なんかエフェクトがすごいのおつさやんです。ギフトが画面ですごい動いてた。へえ、なんかすごそう。ちょうどなんかいろいろ確認してた時だ、動画の確認とか。あと紅茶を飲んでましたね、その時。画面見えないレベルですごいねそんな感じ、画面見えないレベル。リムジンとかあるの？よろしくです。明日はヤッホー、うちはというかね、もうコンサートはもうなんだろう、そうね、めちゃめちゃ大きい文字であれば見れるかな。シンデレラとかあったの。へえ、すごいね、かわいいね、シンデレラって。あ、でもこうエフェクト消せるんだ、こういうね。それはショールームさんとかと同じ感じで、ギフトアニメーション消せるんだって、こう横にさんとスライドしたら。うん、ありがとうございます。たまたまショールーム見てくれて。明日は ST48 4周年コンサートです。明日は晴れ、よきよき、めっちゃいいね。私視力はもともとは悪いけどコンタクトしてるから大丈夫。しかも明日私コンタクトを変えようかなと思ってるもんな。そうそうそう、みんなのことがね、こう見れるように。お気をつけてね、お越しくださいね。上着はあんまりいらんかな、多分。寒がりな方はいるかもしれないけど、あんまり別に寒いと感じることは特にないですね。春的な感じの。カラコンじゃないですよ。
違います、違います。違うよ、普通に2ビークなので、あの新しい2ビークのコンタクトに変えようかなって思っただけなのよ。そう、だいぶ暖かい。会場寒い、会場は寒かったかな、どうだろう。あ、でも私がごめん、ちょっと荒ぶりすぎてなんか暑く感じたかもしれん。でもどうだろうな、寒いのかな、わかんない、寒かったかな。大丈夫ですよ。ワンデじゃないの、ツービークで変えたんですよ。そうですね、寒さは人それぞれだな多分。でも熱気でこう熱くなるんじゃない。熱気で熱くなるかもしれない。だってなんかこうアウターとかあったらいいかもね、こうすぐ脱げるような、あと着れるような、あったらもう完璧よ。うん、帰りとかは寒いかもしれないけど、わかんない、私いつもどうだろうな。なんか思い出せない。そう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 、私ももともとワンデーだったんですけどね、なんかちょっとやっぱり出費がワンデーやっぱり結構ツービークの2倍ぐらいあって、だからもう変えたんですよね、ツービークに。2倍あるなと思って、そうそうそう。あ、そうね、たなんかワンチャン玉入れがあるみたいですね。なんか私のがサインした、なんだろうあれな、あれなんだろうな、なんかアーシャのなんかカードみたいな、結構大きめのカードみたいなもらえたりするらしい。ちゃん玉ですね。もともとねワンデーだったけど、もう変えました。やっぱり2倍ぐらい違うからな。もうね、アウターがあれば OK。 ワンちゃんあれすごいよね、あれめっちゃ難しいもん。サインね、サイン3枚書いてる私。そうなのよ、難しいのよ、なかなか入らないんですよね。しかもね、誰が当たるのかお楽しみ。あとまたメッセージ全部違うようにしました、私のこだわり。なんとなく違う風にするっていうこだわりがあるの。ちょっとこの痛いな、このなんか爪切りみたいな、爪切りみたいな、私の文房具入れに。したいんだけど。いつも私ね、爪切りでね、こうどうにかしてるんですよ。
勝道具がいっぱいあって見つけきれないんだけど。お化粧道具が、ま、後で思い出せるかな、わかんないけど。ハサミで切れんもんな。ほんとこれはね、お風呂入るときも痛いやつなんだよ。だからどうにかしてでも殺したいんですけど、この文房具店に前行ったことはどっか旅に行ってるってことだもんな。あれ、あった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 、ペン入れの中にあったよ。ちょっと染みちゃうのよ、痛いのよ、服に引っかかって。コツは奥の方から切るっていう。お、いい感じ、いい感じ、切れましたよ。そう、地味に痛いの、地味に痛いんですよ、ね、服に引っかかったりしてからさ。ネイルはね、したいけどね、私は積み木で切る派です。そんな切る派とかあるかわからんけど切る派。あとね、爪も切りたい、爪も切ろうと。そう、ネイルはね禁止なので。切った皮捨てるよ。皮っていうか爪かな、あれ ありがとう、勧誘してくれて生まれつき、ちぎる派はやだ、ちぎるのはやだよ。絶対みんないらないでしょ、私がこう切った爪の皮とか絶対みんな捨てるでしょ。捨てるかいつの間にかどっか行っちゃってもう思い出せませんみたいな、なんでしょう、うん、気になるんですよ、すごく。早めに切らないと、なんか痛いし、しかもどっか肌にこうシュッてなったら痛いし。絶対いらないでしょうみんな捨てるでしょ、どこに。絶対せんな、絶対こう捨てるか、もらっても捨てるか、なんかいつの間にかどっか行っちゃって、あれ、あっちゃみたいな、あっちゃみたいな、なるパターンですね。サイン入れなら欲しい、サインできん、ちっちゃくて、ちっちゃいしマジックがつかん絶対いらんな。冗談がお好きね、みんな冗談がお好きね。
でも爪ってすごいよね、成長速度が早いんや爪の。これってなんか動物と同じですよね、爪が、爪っていうかこういうなんかすごい動物感がある、爪ってカキ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 ねえ。あ、その一日にこう伸びていってるんだ。爪って皮膚が変化したもの。そうなの、なんかそう思ったのなんか怖いわ。お手手が。確かに。爪。え、そうなんだ。切った爪集めるん？集めるんか。爪痛い。爪で攻撃は痛いよ。せいやんさん、あおちゃん、かずひろさん、ゆうたくん、あー、ありがとう。きちねさん、あおちゃん、マシュマロいっぱいありがとう。しゃけさーやん、きちねさん、おうさん、あっけしこうちゅうさん、くまきぴっかありがとう。ネッシーさん、リクトさん、おにせます。高尾炭治郎さん、イーちゃん、あっけし甲虫さん、ロックオンさん、よっちゃん、天熱さん、ありがとうございます。炭酸せんべいさん、ありがとうございます。え、何時終演？どうだろう、2時間ぐらいかな多分。でも結構前後しますもんね。どうなんだろうな。ごめんね、なんかすごくテンションがおかしくなってるよ。あんまり気にしないで。なんかさ、私あざがめちゃくちゃでき、お、え、怖い怖い。私あざがすごいできとるんよ。本当にやばい。今見たらね、膝がね、もう赤い。赤くなってるの。ちょっと見てほしい本当に。でも見せれないもんな。難しいもんな。見せたいけど。なんか難しくない？今めちゃめちゃ赤いんや。本当になんか、え、少し見えた？嘘、見えた？いや、こう見れないよね。だってこう見ても私こう今ズボン入ってるからさ、こうズボンこうこうするのってなんかちょっと絵的になんか絵的になんか。感じがするんですけど、うんうん、よろしくです。そう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 。なんか何しとるんっていう感じになるから、うん、ちょっと見づらいよね。でもすぐ見せたいんですけど、びっくりした。今日サラピに膝やばいって言われたもん。膝すごくな、すごいことになってるって言われて気づいてみたら、でもその時まだ青かったんだけど今めちゃめちゃ赤紫になってる。赤紫のあざが膝全体並み2分の1ぐらい、加減の月みたいな感じになってる。加減の月、痛くない。押したら痛いけど別にそんな痛んで
歩けないとかはないな別に。まあでもそれは私結構あざができやすくて、足にね、あざできやすいし治りやすいけど、まあそのためにはね頑張ってるんですよ。加減の月みたいになってるよ。右がやばい、めちゃめちゃここね、キレが多分こうシュッてしすぎて、これ多分あざ、これこのあざ多分ね、多分これ隠せるんかな、なんか隠せるんかな、これ隠せる気がしないんだけど、でもすごいね目立つわこれ。なんか普通のあざってさ、ちょっとどすぐらい色になるじゃん。今そこ赤紫なのよね。なんかリップみたいななんか特に女の子なら分かるかもしれないけど、このリップのこの色みたいな感じ、この色をへさにぐるぐるぐるってした色、まあ明日にはもしかしたらね、なんかすごい怖いことになってるよね。そうそう、なんか多分遠目でもわかるかもしれんね、なんか膝にリップ塗ってなあの子みたいな膝にリップ塗ってる子いるんだけどみたいな、ならないかな、大丈夫かな、リップじゃないよこれは、あざです。まあ明日にはもしかしたら治ってるかもしれないけどね。ね、なんでね、治ってるといいな。まあ裏話だね、裏話っていうか、うん、早いね。でもズボン履いとるのにやっぱりこう突き抜けてあざってできるんですね、内身っていうのかな、あざっていうか一味っていうか、こう短パンでなんか折って膝ついて赤くなったとかならわかるけど、ズボン履いとってもそこはあるんやなと思う。結構ダメージあるんだね、こう膝立ちとかするときさ、あんまり自分的には足ってそこまで痛さはないんだけど、足的にはこうダメージがあるんですね衝撃の吸収しないんだジャージは。なんかそういうジャージあったらいいですよね、衝撃吸収するよみたいなあったらめっちゃ欲しいんだけど。ね、クッション性ね、サポーターすればいい。確かにサポーターとか膝当てとかあったらいいかもしれない。確かに今度からそうしようかな。膝って結構すぐ痛くなりやすいしね。頑張りすぎたらいつもなんか膝から来る気がする。膝当て、なんかサッカーとかはすね当てってないですか。なんか足の中ですねが一番さ痛いんだよね、なんでだろう、骨はあるから一番痛いですよね膝が。それでサッカーしよったらこう
ボールがすねに当たったらめちゃめちゃ痛いけんかな。ね、膝は後だらけですよ。必須ですよね。あ、肉がないから。はあ、そうなんだ。なるほどね。なるほどなるほど。私なんかお兄ちゃんがサッカーやってたんで、なんかよくちっちゃい頃になんか見に行っててお母さんと特に分からず見に行ってましたね。それでいつもなんか長いなんかこうソックスになんか膝当てみたいな入れてたから、なんか私が今僕の太陽公園で着てるあのチアガールの時に着てるようなあのなんか長い靴下着てるからしかもなんかお兄ちゃんがちっちゃい頃に私を攻撃する時ってなんかすねを見かけて蹴ってくるので、そこでなんかめっちゃ怖かった痛いけん、くすね本当にでしょね、もうサッカーをね、してるからもう完璧にもうすねが痛いって知ってるからめちゃめちゃ泣いてたよ本当に。私ちっちゃい頃めちゃめちゃ泣いてましたよ。泣き虫だから本当に。あ、もう終わりますね今日も。そうそう、ゲームでもね、お兄ちゃんと弟にめちゃめちゃボコボコにされてから一人で泣いてから、それで泣いて怒ってから外に出たら鍵を閉められてから帰れんくなって、で一人で泣いとったらお母さん帰ってきて、でお母さんがお兄ちゃんと弟に怒ってみたいな悲しい出来事よ。それから私は本当怒って泣きながら悲しくなって家を出ることやめたのだって締め出されたらね、締め出されると思わんかったけん、そう鍵を締められると思わんかったけん、それから一度も出てない。かわいそうだよ。でも全然でもちっちゃい子だから今は仲いいですよ。そう本当にね、こんな感じですよ本当に。男女男の兄弟は兄弟だから大丈夫です。そうだから今のサーヤにね繋がってるので家も出ないしそんな勝手に、うん、そうそうそう、ね、鍛えられてますよ本当に。お姉ちゃん欲しかった、お姉ちゃんか妹、
でもこれって本当にもうあれですよね、いないからそう言ってるだけで、みんなそうかもしれない。みんななんかお兄ちゃんがいる人お姉ちゃんが欲しいって言うし、いっぱいいる方は一人っ子がいいって言うし、一人っ子ね欲しいって言うし、そんな感じでね過ごしております、人生を。うん、私はお兄ちゃんと弟がいるので、お姉ちゃんか妹が欲しいなと思ってますまああと10分ですね、この時間お付き合いいただきましてありがとうございました。にひこさん、たかおごんやん、なかぬしさん、ねっしーさん、ファイト、ごめんね、揺れるね。ゆうきさん、はとるんさん、かずひろさん、F 渋谷さん、えいちゃん、さとしんで4周年さん、くまのん、えっ、くまのんタワーですかね、これ。ありがとう、びっくりした、くまのんタワーありがとう、ごめんね、ありがとう。 F 渋谷さん、秋出向中さん、コックさんのしげさん、アーツさん、 A ちゃん、セイヤンさん、ネッシーさん、ゆうきさん、 A ちゃん、よっちゃん、コントサレさん、ハトルンさん、ゆうたくん、くにひこさん、しんじさん、りんさん、秋出向中さん、なるみさん、天熱さん、キイチローさん、いもけんぴさん、メガバイトさん、ありがとうございます、ね、今日はいつもより短いのでゆっくりできないんですけど、本当に、ね、ゆっくりね、マイペースな人なので、オフの時はちょっと時間のね空間が遅くなっちゃうんですけど、大西くんありがとう。楽しみにしてる、楽しみにしてるとかいいですよね。楽しみがあるってなんだろう、それを私がこう、私とかいろんなねメンバーが作ってるっていうか、がいて、その楽しみがあるっていいですよねなんかちょっと伝えにくい、そう、楽しみがあるとね、なんかいろいろ頑張れる気がするんですよ。私は特にそうなんですけど、明日楽しみって4周年ね、全然お休みです本当にね、ありがとうございます本当にね、また明日ね楽しみましょうねサトシンさん、クマのブルークマのタワーありがとうございます。
4周年楽しみましょう。あうふふ、ありがとう。クマでした。いえいえ、全然私は本当にあのね、ちょっと時間の進み方がちょっと本当にマイペースなのでこんな感じになったんですけど、そういえば、あ、ちょっと壇上読もうね、ありがとうございます、久しぶりに。では、明日じゃない、今日の1位はフォトシンで4周年さん、ありがとうございます。クマありがとう。明日夜よろしく、家族夜ですね、ありがとう。そして2位は A ちゃん、ありがとう。そして3位は高尾炭治郎さん、ありがとう。4位はあっけ出向中さん、ありがとう。5位はゆうたくん、ありがとう。6位はゆうきさん、ありがとう。52分に着いた。7位は F 渋谷さん、ありがとう。8位はあおちゃん、ありがとう。9位は元気くん、ありがとう。10位はかずひろさん、ありがとう。11位はエビスさん、ありがとう。そして12位はセイヤンさん、ありがとう。そして13位はリンさん、ありがとうございます。膝のリップ膝のリップ、ネッシーさん、キチネさん、大西くん、天熱さん、高尾ゴンヤン、メガバイトさん、中主さん、盾様、ノイミズさん、シンジさん、ケイティさん、ナリさん、ジャッキーさん、イモケンピさん、ナノさん、ケンタロウさん、イナッチさん、ありがとうございました。ちくわドーナツさん、イグコピョン。34位がアーさんでした。おめでとう。いいことが起きるさ、もうこの時間になってしまいましたね。ということで、そう、あの伝え忘れてたんですけど、明日ね、あのあれだ、忘れてたけど朝配信だ。なので全然こう、そうなんですよ、めちゃめちゃ忘れてた。何時だっけな、何時だっけな、何時会社かな。何時だっけな。あれ何時だっけな。何時か分かんなかったけど。予約入れますね。でも結構早めのね時間でした。他の子6時ぐらい。じゃあ6時だ。6時です。うん、6時だ。というわけでよろしくです。ユッキーさん、トシヤさん、ありがとうございます。マイセンさん、ありがとうございます。またね、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 またね。
城。じゃあまた明日です。ありがとうございました。おやすみなさーい。